頭が一体どうなってるの？現実が壊れてきてる。私が時空を歪めてる。写真見る。一つの出来事さえ変えればサンフランシスコに行かずに済む。簡単だよ。破る？コンテストよりクロエの方が大事。でも渡さなかったことになるね、先生に。あれ、証拠を燃やしてる。やばいやばい、捕まってるで。こうなっちゃうのか。嘘でしょ、そんな。またここなの？全部直したはずなのに。今何と言った？なんで？ジェファソンは刑務所にいるはず。まったく、授業中もよく上の空だったが相変わらずだな。自撮りをするには今が絶好のチャンスかもしれないぞ。かつての自分から新たな自分へと生まれ変わる瞬間の記録さ。だがまずは質問に答えてもらおう。口が臭い。死ねばいい。じゃあなんかリアルじゃない、口が臭いって。これ言ってみましょうか。口が臭い。なかなかいい答えだ。褒められましたよ。おや、鼻血が出ているね。薬の量が多すぎたかな。これは申し訳ない。だがどうせ死ぬんだ、鼻血ぐらいでいちいち騒ぐ必要もないだろう。ああ、ビクトリアなら旅立ったよ。まさか。何を驚くことがある？至極当然の結果じゃないか。そんな。おいおい、なんだその顔は。その瞳孔、まるでシャッターのようだ。その瞳に僕の姿を焼き付けているんだね。しかしあの写真を破り捨てるとは。あれほどの傑作ならコンテストで優勝できたのに。それと所持品は焼かせてもらったよ。ついやりすぎてしまった。日記を燃やすなんて。だからここに戻ってきたんだ。ここ数日の間に君は内気な少女からヒーローへと変貌した。一体何が君をそうさせたのか。おっと、外はすごいことになってるぞ。本当、おかしな出来事ばかりだ。恐怖を感じているね。最後のセッションを君と共にできてとても光栄だ。今回のテーマが見る者に伝わることを祈るよ。そう、若さの喪失が。君に授業をするのもこれが最後になるんだね。もう鼻血を出すこともない。安心しなさい。お願いです、やめて、やめてください。じゃないと大変なことに。もういい、何も言わないで。お願いです、やめて。どうなるんだこれは。写真もないし。
大丈夫。動くね。痛みすら感じないよ。まずいなこれ。何？誰か来た。デビット。頑張れデビット。そんなデビット。オーマイガー。これ戻そう。ラジオ出すこともない。安心しなさい。待って、聞いて。最後に一つだけお願いしてもいいですか。いい表情だ。そんな顔で頼まれたら嫌とは言えないよ。照明を消してもらう、水をもらう、写真を撮ってもらう、音楽をかけてもらう。照明を消してもね、音は鳴りますからね。誰か来たってわかるよね。音楽をかけてもらえればごまかせるんじゃない、その入ってくる時の音を。音楽にしてみましょう。何か音楽をかけてもらえませんか。安らかに行けるように。最後まで雰囲気を大事にするとはやはりアーティストだ。ずいぶん明るい曲だな最後にしてや。よし、これあそこ見てよう。あ、来た。動くな。何？あ、そうなっちゃうのか。あ、これもう巻き戻さないとダメですね。気づかれないで済んだけど、今度文字を出すこともない。マックスが危なくなっちゃったね。照明を消してもらう、水をもらう。わかった。水だよ。あのさっきねチラッと映ってましたけど、今ね右足が自由なんですよね。その水をもらった瞬間に蹴っ飛ばすんじゃないですか、先生を。でその隙にデイビッドが撃つ。どうですかこれ。行ってみましょう。喉が焼けつくようで、水を飲ませてもらえませんか。いいとも。君は大切なモデルだ。あれ？あ、でも台車を近づけたよね。これでなんとか。大丈夫。痛みすら感じないよ。あれ？ダメか。何？デビッド、危ない！いい加減黙ってろ！やばい！オーマイガー。あ、でも台車はそのままなのかな？そんなわけない。ダメだ。でもなんかあれですね、今までとちょっと違う流れですよね。照明消してみましょうか。照明消してもらえませんか。眩しくていい表情が作れないので。見上げた写真家魂だな。最後だからこそ妥協はできない。でもこれはあんまり意味なさそうな気がするんだよな。大丈夫。痛みすら感じないよ。何？これはダメだね。
これ言うタイミング、デイビッド危ない。何？なぜわかった？お、ちょっと違うね。これ言うタイミング、デイビッド危ない。何？なぜわかった？デイビッド、ダメだ、もっと早く。デイビッド危ない。でもこれだと自分が殴られちゃう。これはどうしたもんか。あと1個無事だ。写真を撮ってもらう。最後にもう1枚撮ってください。最高の被写体になりたいんです。驚きだな、ようやく僕を理解してくれたようだね。時間稼ぎになるかこれ。フレーム、ちょっとアングルが違いますね、さっきと。大丈夫、痛みすら感じないよ。何？デイビッド危ない。何？なぜわかった？使う。そのカメラを撮って。おし、来た。まさかこんな。なければお前など。ジェファソン諦めろ、僕の邪魔をするんじゃない。ああ、銃が。オーマイ、デイビッド・マドセン。警備員が警察の真似事をするからこうなる、身の程知らずめ。諦めろ。銃を拾って。よし。デイビッド。ちょっと遅かった？諦めろ。銃を拾って。よし。これはダメだ。こうなっちゃうから、デイビッド何回も死なせてる。使う。銃を持って。じゃない。悪いな、マドセン。僕の邪魔をするんじゃない。デイビッド、テーブルを蹴って。ほらよ、ほらよ。いやいやいや、なんかモテ遊んでる気がするよ、デイビッドを。邪魔をするんじゃない。そこに銃を隠してる。あ、ダメだ。わーわーわー、ごめんね。諦めろ。引く。よし、来た。おお、うまくいったよ。マックス、なんてことだ。怪我はしてないか？動けるか？はい。ありがとうございます。助かった。礼はいい。ここが分かったのもお前のおかげだ。あのメールはじゃあ届いてたんだ。まずはこいつを拘束しないとな。こいつだけは逃がすわけにいかん。そうだね、絶対刑務所にぶち込んでやる。よくて終身刑だろう。ジェファソン先生、まあ、死刑間違いないでしょ。今度はあなたが囚われる番です。クロエ、全部燃やされてる。私の写真まで。そうだ、ウォーレンが撮った写真を使えばいいんだ。それね、ちょっと思ってた。ダメ、圏外だ。ジェファソン先生、悪いけどこの車もらいます。借りるんじゃないんだ。
もらっちゃうんだ。プレスコット家が噛んでるな。そうだよ。デイビッドは任務遂行中。次は証拠探しかな。大丈夫ですか？ああ、だがこの部屋は異常だ。チェファソンは私を殺すつもりで、ビクトリアはもう。そんな、まさか。しかしこの野郎、怪しいとは思っていたが。あなたは全員を怪しんでただけじゃ。プレスコット家の連中に気を取られすぎた。網を広げすぎて肝心なところを見落としていた。私もです。俺もてっきりケイトの件で容疑者をネイさんだけに絞ってしまった。それに俺はケイトを傷つけてしまった。あの子は俺と違ってまっすぐないい子だ。本人に直接謝りたい。いいやつじゃんか。ケイト、きっと喜ぶと思います。姉さんが危険なのは分かっていた。俺がもっと早く行動していれば。姉さんとジェファソンは親子みたいな関係だったんです。でも姉さんがレイチェルを殺しちゃって、ジェファソンは姉さんに全ての罪を着せようとした。黒幕はすぐ近くにいたのに。俺が気づいたさえいれば、ジェファソンとネイさんの強行を止められたはずだ。クレアのこと知らないんだよね、まだ。ネイさんが銃を持ってたって校長先生に伝えたけど、信じてもらえなかった。諦めずにもっと食い下がればよかった。過去を悔やんでいるのはお前だけじゃない。だがまさかお前とクロイだけでここまでやるとは、俺にはできなかった。二人でよく頑張ったな。二人で協力してきたから。俺とは大違いだ。もともと人と協力するのが苦手でな。軍でもそれが問題になった。それはきっと辛いことがたくさんあったから。自分の振る舞いについて言い訳をするつもりはない。ベストを尽くしたつもりだったが力不足だった。良い父親になろうとも努力した。だがジョイスに捨てられて全てを失った。私のせいでそのごめんなさい。いや、自宅にカメラを設置した俺のせいだ。ファイルも処分すべきだった。おばさんには私が間違ってたって伝えます。おばさんもちゃんと分かってるはず。また言い訳のように聞こえるかもしれんが、戦場を経験した人間にとってその後の人生は苦しいものだ。誰も理解してくれなかったが、ジョイスだけが俺を救ってくれた。希望をくれたんだ。そして私はあなたに救われた。クロエもきっと喜んでくれるはず。俺はクロエに無事でいてほしいだけだ。それとジョイスにはカウンセリングを受けると約束した。まずはクロエに謝るよ。パパとは呼んでくれなくても、せめてクソ親父はやめてもらえるように。でクロエはどこだ？わあ、来た。これまさかあるの？本当のこと言う。本当のことを言わない。これ大事だよね、ここね。でもさ、時間を戻すつもりでいるから。でもうマックスは絶対救ってくれるはず、クロエをね。だからここであえてネイさんをね、悲しませることはないと思う。本当のことを言わない。クロエは疲れたからちょっと一服するって言っていなくなった間に私だけさらわれたんです。だから無事ですよ。そうか。泣いてるやん。タバコに救われるとは皮肉だな。私ちょっと外の空気を吸ってくる。電話もしたいし。ああ、そうするといい。お前のように勇敢な子がクロエの親友で
俺も嬉しい。さあ、いつまでもこんなところにいる必要はない。よし、このパソコンにどんな証拠が隠されているか確認しよう。デイビッドに事実を言うべきだったかな。家族だし。生きて警察に引き渡されるだけ幸運だと思え。試してみる。じゃあ巻き戻せるんだし試してみよう。一番最初まで行くのか。まさか。デイビッドは任務遂行中。ついジェファソンは。そう。しか。とりあえず同じ流れで行きますか。お。そう。そっか。ちょっと。あれですね、一番最初まで戻っちゃうのは面倒ですね。おば、そして俺。じゃあちょっと本当のことを言う流れで行ってみます。クロエは、クロエは死んじゃった。まさかそんな、そんなバカな。クロエが死んだ。マックス、本当なのか。勘違いじゃ。昨日の夜、廃品置き場で私の目の前でジェファソンに殺されたの。昨日の夜、俺がホテルの部屋で自分の愚かさを嘆いてる間に。必ず守ると約束したのに。ああ、ジョイス、俺を許してくれ。クロエに伝えたかったこともまだ。くそ。うわ、ちょっとやばいやばいやばい。貴様があの子を殺したのか。俺の大切な娘を。ダメダメ、やめろ。待って、ダメ。そうなっちゃうよな。マックス、すまない。お前には見せたくなかったが。ああ、俺はなんてことを。何もかも無駄だった。クロエ、ジョイス、すまない。俺は何もできなかった。そんなことありません。そんなこと。マックス、外へ出ていなさい。もうこんなところにいちゃいけない。デイビッド、助けてくれてありがとう。ちょっと自殺するなよ。巻き戻すからいいけど。言わなくていいよ。戻そう。これ、その選択のところダメなんだよな。
ょうがない。もう最初に戻るしかないですもんね。OK。すいません、何度も何度もね。もっと早く助けてやりたかった。そう、し。俺もて、そう。やっぱりね、言わない方向で行きます。ちょっとこれは、二人。お、自分、よ。私のせいで。おばさん。また。本当のことを言わない。おいは。よし。よし。このパソコンにどんな証拠が隠されているか。もう安全なはずだけど、こんなことが起きたショックからまだ抜けられない。現実じゃないみたい。うわ、全部燃やしてやりたい。こんなの見たくないよ。見るだけで吐き気がする。うん、ん？燃えかす。よくもこんなことを。ダメだ、全部焼かれてる。頼みの綱はウォーレンが撮った写真だけか。よくこんなことをってなんか言ってますね。ファイルを見てるのか。フランクは悪人じゃない。でも薬を提供した事実は変わらないよ。まあ確かにね。プレスコットのお金でセキュリティをさらに頑丈にしようとしてたんだ。こんな工作までして姉さんを。ビッグバスコーツ。ネックレス。黒いのネックレス。必ず助けるから。もう死なせない。ジェファソン、ギャラリーなんか二度と行けないよ。イカれた趣味にこれだけの機材を揃えて。これで貴様も終わりだ。頑張れ、デビッド。よし、じゃあ行きましょう。